マモンマモンは、新約聖書に現れる、富を意味するとされる言葉である。また、旧約聖書と、新約聖書の間の中間時代の後期ユダヤ教の、ラビ文献において、不正な罪を指して用いられた、アラム語の語彙である。キリスト教文化献においては、物質的、富、または、貪欲。カトリック教会では七つの罪源の一つを指し、 擬人化されて、神格として扱われ、の一人とされることもある。字には金貨をばらまく悪魔の姿で表彰される。一般に、魔門と表記されることが多いが、平井雅穂役、失楽園では、万門ンン、死げの天来、失楽園物語では、マムモンと表記されている。ドイツ語では、万門ンンと発音されるが、現代英語では、万門ンンのミリメートルは単身意義として発音される。 原理は不明であり、諸説あるが、一説には、人の信頼する者の,の意とも言う。通説では、富や、金銭の意と返され、のマンモン、モマンモーン、ギリシア語のマンモーナス、または、モーナス、シリア語のマモナ、富、アラム語のマモン、富に由来しており、金銭、富、または財産を意味する、ミシュナーヘブライ語からの借用語であるとされる。 魔ンを指すギリシア語は、新約聖書の三条の水訓、マタイと、不正な管理人の例え、ルカ十六、九十三に出てくる語である。禁帝訳では訳せずに訳語を、モンとしており、ジョン・ウィクリフ訳聖書では訳して、富を意味する中英語の、リショシスという語を用いている。キリスト教では、魔ンという名は、不正な富を表す言葉となり、 新約聖書における偽りの神として擬人化された。その名は貪欲を指す言葉としても用いられる。改定標準訳聖書は、モ門は金星や富を指すセム語であると説明している。国際児童聖書は、あなた方は神とお金に同時に使えることはできませんという言い回しを使っている。モ門の語は、 新約聖書のルカ十六時十三分とマタイ六時二十四分に共通して現れる一文の中で使われており、ルカ十六、9トルカ十六時十一分にも出てくるが、これらは富の意であると返されるのみならず、富を主なる神と対比することによって擬人化しているとも捉えられる解釈上の問題であり、福音書の作者らの意図は明らかでない。への早期の言及は、 福音書における、擬人化的解釈に端を発しているようである。例えば、では、ドソロマンモナコジティンと、クオラムデウスエサキアラス、ヒッポノアウグスティヌスは、ルークラムプニスマンモンディセターと、ニュッサのグレゴリウスも、マモンは、ベルゼブブの別名であると断じた。中世において、マモンは、一般に、富の悪霊として擬人化された。ゆえに、 ペトルス・ロンバルドゥスはこう述べた。富は悪霊の名で呼ばれる。すなわち、魔紋である。というのも、魔紋は悪霊の名であり、シリア語に従って、富がその名をもって呼ばれるのである。も魔紋を深刻とみなしている。は、ルカによる、福音書の一節を解説して、万門への面で意味ディーミニス、魔紋白霊の名なりと述べた。は、 新約聖書への仲介の中で、マモンはギリシア人の神プルートスに似た、富の神として崇拝された、偶像神を指すシリア語だと述べているが、その転居は示さなかった。しかし、そのような名のシリアの神の存在を後付けることはできず、マモンの名を邪神とする、ありふれた文学的童貞は、おそらくはエドマンド・スペンサーの妖精の女王に橋を走る。道書ではマモンは、 トミの洞窟の監視役として登場するのである。ジョン・ミルトンの失楽園は、地上的トミに、市場の価値を置く一人の打天使を描いている。コランド・プランシーは、地獄の辞典の、地獄の宮廷の記事の中で、魔紋を、地獄の中英大使とした。トーマス・カーライルの著書、過去と現在においては、マモニズムの音は、近代の物質主義精神の比喩的擬人化に過ぎない、ものとなった。 元来、万門は、富、財を意味するシリア語に過ぎなかった。これが悪魔学において、金銭の悪魔として定着したのは、マタイによる、福音書の、何時らがと富とに金子と振ることはず、六時二十四分の解釈に由来する。ドイツのイエズスカイシは、著書、魔女と悪人の告白について、1589年において、キリスト教の、 7つの大罪を司る7つの悪霊のリストを示した。その中で、ビンスフェルトは、魔門を、強欲を司る悪霊とした。ネッティスハイムのコルネリウス・アブリッパは、1533年に出版された三部作、インピテ哲学論の末三大18章、悪霊の階級、その堕落と、様々な性質についての中で、魔門について、次のように述べた。 この箇所は1801年に出版された秘術史にも引用されている。さらに、人を誘惑する者、陥れる者たちは最下位、悪霊の第九位にあり、その一つはあらゆる人間に減臨している。故に我々はそれを悪しきゲニュース、悪霊と呼び、その君主は貪欲と解釈されるところの魔門である。イギリスの美術史家、フレッド・ゲティングズは、 著書、悪魔の実典の中で、グリモワール等に見られる悪魔の名である、マイモンを、マモンの添化した名の一つに挙げ、悪魔アマイモンの別名にもマイモンを挙げている。ただし、アマイモンはシリア語のマモンが返事たものだという説がある、ことに言及しながらも、アマイモンという名は、マモンよりもむしろエジプトの神アモンに由来するのでは、ないか、とゲティングズは推測している、マモンの功 同社の序文には、16世紀のグリモワールに描かれたマイモン王の図像が掲載されており、その図像では、マイモンは鳥の相当を持った黒い悪魔として表現されている。ゲティングズは、マイモンは鳥の頭をした悪魔アモンの姿に起源があるかもしれないと指摘し、アモンの子を、また、前述のようにマイモンをマモンの天下としているが、このマイモンが、 魔紋と同一の悪魔であるとは明記していない。ジェイミルトンの失楽園では、魔紋は打天使のうち、これほど寂しい根性の持ち主もなかったとされ、天にあった時でさえ、彼は常に目と心を下に、つまり、当時に敷き詰められた財宝、足元に踏みつけられた黄金を神に見える際に、根々と湧き出てるいかなる聖なる祝福よりも、はるかに賛美していたという。さらには、 地獄に落ちてなお、そこに均衡を発見し、万ママデ伝を飾るためにとたの打天使を指揮している。金銀を母なる大地からえぐり出す術を人間に教えたのも魔物だという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。